どうも、ドゥーバップ TV、塚本です。今日は、あれですね。バーゲン取得です。よろしくお願いします。はめたなぁ。はい。よろしくお願いします。はい。皆様、夏を意識したファッション楽しんでおられますか？これまでの動画でも足元の提案というのは何度かしてきたんですけれども、今回はですね、ある意味王道ですね、ビルケンシュトックのチューリヒを紹介してまいります。ファッション好きの方ですとご存知の方も多いかと思います。それだけですね、こう認知度が高くてですね、多くの方から愛されている一足でもあります。どうしてドゥーバップがセレクトしようかと思った、そういった理由なんかもお伝えしていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ではですね、改めてビルケンシュトックとはといったところから紹介してまいります。ビルケンシュトックとはですね、1774年に創業のドイツのシューズブランドになります。2世紀半にも及ぶ確固たるこの基盤の上に築き上げられたブランドですね。特にですね、アーチを考慮した形状のフットベッド、こちらが特徴です。この部分ですね、フットベッドの生みの親であり、今日も使われているようなこのフットベッドという言葉そのものを世の中に生み出しました。卓越したこの履き心地ですねと機能性、そしてですね、品質、それらとこう高いデザイン性がこう噛み合って、そういったプロダクトを生み出されております。でですね、今期当店がですね、ピックアップしました方というのがですね、こちらチューリヒなんですけれども、このチューリヒなんですけれども、カラーはですね、当店では一色展開、このトープのみです。仕様にもこだわりがございまして、ソフトフットベッドのナロー幅、細身のタイプとなります。ざっと今特徴をお伝えしたんですが、一つずつ紹介していきますので、どうぞご覧ください。ではですね、まずモデルのチューリヒなんですけれども、こちらはですね、1966年に誕生したモデルです。ビルケンシュトックの中では2番目に古いとされております。デザインはと言いますと、甲の広範囲をこうホールドする2層のこのストラップですね、そちらとですね、このダブルバックル、こちらが特徴となっております。見栄えのいいこう完成されたデザインですね。またですね、甲がこうレザーで包まれますので、靴ずれも起こりにくいかと思います。そういったところもポイントですね。素足からですね、ソックスありでも履ける形状となっておりますので、季節問わずですね、お楽しみいただければと思います。僕たちのですね、思うビルケンといえばチューリヒでした。ビルケンイコール、チューリヒみたいな、そういうイメージを描いておりました。アメリカでの、まあ、人気が火がついたビルケンシュトックなんですけれども、こう実を言うと温暖な、まあ、その気候で、西海岸の方では、まあ、1年を通してこう素足で過ごす人が多かったみたいなんですね。まあ、履き心地の良さからこうアメリカで定着したんですけれども、これはですね、1970年代前半のことで、時代はヒッピーブームのこの真っただ中だったんですね。ヒッピー文化を代表するミュージシャンにこう愛されて、中でもですね、チューリヒは、そのヒッピースタイルの定番となっておりました。それまではなかなかこのヒッピーを代表する靴っていうのがなかったんですね。例えばブーツカットの、パンツですとか、サイケデリックな T シャツっていうと、このヒッピーっていうイメージを描く方多いかと思うんですけれども、ヒッピーの足元って何ってなった時には、オールスター等のこうスニーカーも違うし、ウエスタンとも違う、自由なこう雰囲気のするチューリヒはヒッピーにとってこうドストライクでした。カラーもですね、たくさんリリースされておりますが、ドゥーバップとしてどのカラーを選ぶかと考えたところですね、トープと言われる優しいベージュカラー、こちらをセレクトしました。チューリヒといえば素直にいいと感じるカラーですね。こうスウェードのきめ細かな表情とカラーリングがこうバッチリとハマってると思います。そしてですね、ソフトフットベッド、こちらなんですけれども、ビルケンにはですね、レギュラーのフットベッドとソフトフットベッド2種類ございます。先ほど言いました、こちらがフットベッドですね。中がそうです。で、ソフトフットベッドとはですね、その名の通りなんですけれども、柔らかな履き心地のインソールです。中敷きにですね、こうクッションを内蔵されております。指で押すとこうプニプニとこうちょっと、沈みますね。ビルケンシュトックのフットベッドは足のこの自然な形状を模してこう作られているんですけれども、体への負担がですね、ソール全体均一に分配されることで、足の自然な動きがサポートされます。特にですね、デリケートな足の方向けに作られたのがソフトフットベッドですね。天然の絨毯に包まれた、柔軟性の高い天然ゴム配合のラテックスとスウェードライニングの中敷きの間にですね、発泡ゴムが取り入れられております。驚異的なですね、復元力を持つこの中間層があるおかげで、クッションが長持ちします。ふわっとした履き心地です。ちなみに、ブルーのこのロゴプリント、こちらがですね、ソフトフットベッドの目印になります。
続きましてナロー幅、こちらなんですけれども、ナローとは名前の通り細幅仕様ですね。レギュラーとナローの2種類がありまして、当店ではナローのピックアップとなります。幅はですね、足型によって合う合わないっていうのはあるんですけれども、ナロー幅ならではのこのすっきりとした雰囲気をお楽しみいただければと思います。ここでですね、ビルケンシュトックチューリヒをセレクトした理由をお伝えさせていただきます。まずですね、第一に気分だからです。気分というとこうざっくりとしているのですが、履きたくなっちゃいました。このまあヒッピーの足元っていうところが、まあ僕たちの今の気分です。まあそういったところとですね、最近で言うと、まあ多国生産、アジア生産ですとか、そういったものがまあメジャーになってきてるところが多いかと思うんですけれども、このビルケンシュトックというブランドはですね、本国ドイツで作り続けられております。そういったところも、セレクトした理由になりますね。今でこそこう生産国がどことかってこうあまり話題に上がらないかもしれませんけれども、アメリカ製筆頭にですね、イタリアですとかイングランド、ドイツ等々でこう生産されたって聞くと、こう気分が上がりませんか？こうなんかテンション上がるみたいな、なんかそういったところもいいんじゃないかなと思います。でですね、ビルケンシュトックだったらこう何でもいいわけではなくてですね、こちらチューリッヒに惹かれたわけです。先ほどもお伝えしましたけれども、カラーは一色展開、トープのみですね。仕様にもこだわりまして、ソフトフットベッドでナロー幅、細身のタイプです。こういった仕様のチョイスというのもセレクトショップならではと感じていただけると嬉しいです。幅に関してもポテッとしたシルエットよりも細身の方がかっこいいと感じているからです。またですね、履き物である以上気になる履き心地だったら、こうクッション性の高いソフトフットベッドがいいと、僕たちが考えるいいものをお伝えするっていうのがこうセレクトショップの醍醐味かと思います。セレクトしたですね、こう意味ですとか意図、思いなんかも時にはこう聞いていただけると嬉しいです。着用する上では表面に出ないんであんまりこう関係ないかもしれませんけれども、精神的な面では大きく変わるかと思います。あそこの店の人、こうめちゃめちゃこう熱込めて話してくれたみたいな、そういうのっていうのはこう選んだ後も大事に残ることかと思いますね。物の背景ですとか選ぶ店にこだわる、そうするとこうもっとお買い物も楽しくなると思います。またですね、同じアイテムでもここで買いたい、選びたい、そう思っていただける店でありたいとも思ってます。今後ともよろしくお願いします。ちょっと厚めに語ってみました。熱いなビルケン。はい、チューリッヒのトークだけですよね。はい、はなかなかの神回ですよ。はい、よろしくお願いします。スタイリングはと言いますと、デニムやチノ、軍パンと、まあ、直球で合わせていただく王道からですね、きれいめな雰囲気のパンツの外しまで、あらゆるパンツとオールマイティに組み合わせていただけると思います。近所ブラブラからですね、ファッションを楽しむ日まで、こなせますね。ドゥーバップのおすすめはですね、全身ガラガラでこうどこの服着てるのみたいなスタイリングで、足元だけビルケンチューリッヒというのも意外性があっていいのではないでしょうか。またですね、お修理に関しましてもメーカーのサポートバッチリです。アウトソールの張り替えからですね、コルクのケア、バックル交換、そしてですね、フットベッドの交換も可能です。ですのでガンガン履いて楽しんでください。なんか気分かなとこう共感いただけましたら、ぜひともお試しいただけると嬉しいです。それではですね、今回はこのあたりでお時間来ましたので終わりとさせていただきます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。